はい、2021年2月4日朝5時4分の今回はですね、暗号通貨の価格をちょっとね読み上げていきます。例えばビットコインなんですけども、なぜかね急騰が始まりました。今385万になっています。385万ね、ちょっと数時間前までは350万ぐらいだったんで、1ビット持ってる方はなんか時給5万円ぐらいの勢いでね、ぐんぐん上がってるんじゃないかなと思いますね。そして注目されにくい通貨でイーサリアムっていうのがありますけども、実はねイーサリアムのボラティリティがむちゃくちゃすごいんですよ。今ね16万8000円になってます。17万ぐらいになってますけども、ちょっと前までね10万をやっと超えたってとこだったんですよ。ほんとちょっと前までです。で、私はイーサリアム興味なかったんですけども、さすがにね2万5000円ぐらいの時に仕込んだんですよ。2万5000円だったですからね、暴落グーッとしていって1万円台になるんじゃないかなと思ったところで、まあ私の考える底値買いをしたんですよね。2万円台で買ったんですけども、それがですね今ねむちゃくちゃ育っていて、2万から今17万になってますからね、8倍9倍になってるわけですよ。でしかもイーサリアムって今16万8000円ですけども、これね多分ね100万円ぐらいになるんじゃないかなと思ってますよ。イーサリアムのそのポテンシャルっていうのはこれからますます上がってきますからね。で、ビットコインっていうのはもう完全に1強になってますけども、多分イーサリアムの価格が上がってきて、出来高ではビットコインを抜くんじゃないかなと思っております。そして私がねここが一番強いだろう硬いだろうと思った XRP はなぜかちょっとね元気をなくしてきてしまって、今40円台に回復してますけども、ちょっともう期待持てないなと思ってるところですよね。まあ私のね平均取得単価は42円なんで、まあもうちょっとしたら、まあ今は決済しても惜しくないんですけどもね、ただちょっと先日またね70円ぐらいいったじゃないですか、2回ぐらいね2点天井ついたんで、多分ね3回目のトライで100円を超えていくんじゃないかなと思うんですよ、テクニカル的には。ただイーサリアムじゃないリップルはイーサリアムとかビットコインほどには期待できないかなと思ってます。これは私の感覚の話なんでね、まあ、証拠は何だとかねソースは何だって言ったら無限に出てくるんで、それはどのソースを見てどのソースを見落としているのかっていう個人の問題になってきますから、私の感覚ではねそういった情報を集めながら検証しながら裏付けを取りながら、私の感覚ではテクニカルが一番当てになるかなと思いますんで、テクニカルの話しかしませんけども、イーサリアムはまた100円台に回復するというふうに思います。ただ一種陰謀論みたいな形でね、イーサリアムは0円になるみたいなことを言ってらっしゃる方もいるんで、その考えも尊重しないといけないかなと思いますよね。であとネムなんですけどもね、ネムもちょっとあれですよね、コインチェックで噂のね盗難事件がありましたよね。で5円ぐらいまで落ちたんですよ。その時に私までまたね買ったんですよネム有名になったコインが安くなったら買った方が得だなと思ったんですけども、今ね30円になりましたね。6倍です。ありがとうございます。まあ私暗号通貨一切決済してないんですけどね、税金が怖いんで。であとねエンジンっていうのがコインチェックで上場したんで50円ぐらいで私買ったんですよ。エンジンはダメでした。私高値掴みをしてしまいました。しかも買った瞬間にすごい手数料がねもう持ってかれましたね、コインチェックに。もうコインチェック手数料高すぎるわこれは。なんぼ手数料取るんやって感じですよね。でもおかげさまでコインチェックは口座開設の時に皆さんにねちょっとだけチャージがもらえるでしょ。それはちょっと救いですよね。まあ、何にしてもね暗号通貨の世界に入って余剰資金があればですけども、きっちりと利益を上げることができたのが2020年だったのかなと思います。皮肉にもねコロナショックっていうのがあって、世界中が日本はちょっとしょぼかったですけど財政出動してる、いわゆるお金余りの状態なんですよ。で残念ながら投資の世界にいない人は全然このね恩恵に預かれてないんですけども、投資の世界にいる人っていうのはそこそこ余剰資金がある人なんですよね。だから生活の変化ってあんまりないんですよ。多少の外出制限はありますけども、通販に切り替えたり、ちょっと高いけども個室のレストランに行ったりとかね、それから GoTo なんとかっていうのを使ったりとかしたと思います。で世界のレベルで見るとものすごく財政出動で、もう入りもしないお金が強制的に送られてくるんですよ。こういう感覚ってちょっとね変な感じだと思いますけども、でしょうがないからそのお金を安全資産と言われるね暗号通貨に振り向けていたら、そういう人が増えたんでグッと上がったみたいな現象が起きてますよね。そして今ねその平均単価の水準がだいぶ上がりましたんで、まあ調整は入ると思いますけども、ビットコインなんてのはこのまま500万に行くでしょうね。これね8月ぐらいまでには本当に1000万に上がるんじゃないかなと思うんで、今ビットコインをね5000円とか1万円でも買っといたらいいんじゃないかなと思いますよね。で XRP はそこまで積極的に買う必要はないけども、イーサリアムは今ねもう17、8万で20万になっちゃうかもしれませんけども、これもね5000円でも1万円でも買っといたらいいですよ。それこそ何十万買えみたいなこと煽るつもりはありませんけども、数千円っていうレベルで買えますんで、ビットコインもね。だからちょびっとだけそういうふうに数千円とか数万円ね買っといて、あと放置しとけばいいんじゃないかなと
これがだから余剰資金で、投資を行うってことだと思うんですよ。そもそもね、生活費を切り詰めて買うようなものではないんですよ、投資商品っていうのは。暗号通貨もそうですよ。だから暗号通貨がなくなっちゃって生活破綻したっていうのは、それ暗号通貨とかが悪いんじゃなくて、投資が悪いんじゃなくて、もう投資っていう世界に入っちゃいけない人が入っちゃったんですよね。例えて言えばですよ、マラソンもろくにしたことがないような40、50の人間がね、マイク・タイソンがいるプロボクサーのリングに今夜上がりますみたいなことをね、言ってるのが投資のことを分かってないのに投資の世界に入る人のことなんですよ。それは即死しますよね、パンチ一発で。で、投資の世界っていうのは毎日プロ級のパンチが飛び交ってるわけですから、だからそういう意味で言うと一打即死になりますから、きちんと防御力を身につけておいて、そして慎重の上にも慎重に、そして余剰資金をね、少なく入れるってことだと思います。だからマイク・タイソンのリングに上がるんじゃなくて、それこそ草健闘のね、まあちょっとリング脇でちょっと応援するぐらいがちょうどいいかなってところですよね。まあそんなところじゃないですかね。暗号通貨の話は今日は以上ですね。ビットコインがもうすぐ390万400万を回復するんじゃないかなってところと、イーサリアムが謎の伸びを見せているってことなんで、イーサリアムをね仕込んでいた人はおめでとうございます。いってらっしゃい。